はようございます。今日は最古ですよ。そうだね。最古にワカサギ釣りとヒメマス釣り来ました、ね、あいにくの強風ってこと。爆風だよ。爆風ですね。今8時なんですけど、これから風が強くなるってことなんですけど、もしかしたら早上がりになっちゃうかもしれないですけど、ちょっとねワカサギ釣りの模様をお届けしようと思います。じゃあいいっすか。ワカサギチャンネル。はい、ということで改めてワカサギチャンネルです。この日ね、やはり風が強くて、マイクにね風切り音がすごくて、ちょっと音声使えないので、今回はねアフレコして、お届けしようかなと思っています。最後なんですけど、冒頭の、ね、映像にもあったように、棚が40メーターのとこなんで、トラブルを起こすとラインが足らなくなるっていうような状況が生まれます。もうすでにね左手がもう途中で切れちゃったんで、ラインが足らなくなっちゃいました。予備もね持ってかなかったのかな。もうちょっと電動二刀流で本当はやりたかったんですけども、右手だけで釣りをねやってますよ。いやマジでね、ヒメマスも一緒に釣ってたんですけど、ヒメマスがねなかなかいい仕事してくれてね、まあ、仕掛けを切るぐらいならいいんですけど、電動リールのねPラインを切ってしまうと本当にね仕掛けが足らなくなる事態が発生するんでね、予備のラインは持っていった方がいいと思います。でまあね、この日もう午前中なんですけど、風が強くて強くてね、午後なんかもっと強くなる予報だったんでね、まあ、早めに釣ってしまおうなんて思ってるんですが、なかなか風が止まないというような状況ですよ。ボートもね結構揺れてるんで、ちょっとねボートを酔いする人はちょっと気持ち悪くなるかもしれないですね。で今は何やってるのかな、これ群れ待ち、あ魚見してますね。結構ね放卵してて、いいワカサギが釣れてくれます。まあね群れが来るまではちょっと釣れないような状況なんですけども、とたびいい群れが入ってくるとね、こんな感じでいいワカサギが連なって釣れるんですわ。結構ナイスなねワカサギですよね。みんな放卵しててこれ食べたら美味しいですよ。うん、最高でね超過高超過狙うんだったら、やっぱり電動二刀流でやって、レンガケですね。 40m もあるんで、やっぱり何匹かかけた方がいいと思います。でねもう移動してますね。水深が 17m ぐらいですね。水深 40m のところにあんまりね魚影が来なかったんで移動したんだと思います。で移動してね、いきなりだと思うんですけども、この超過ですよ。見て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 、一回じゃん、一回一回撮ってる。放置がいいんだな。やはりね棚が深い分、少しね待って多点掛けを狙った方が超過は伸びますね。おおいいっすね、一回で。ああだ、いやいい、いいっすね。太古のね 17m はもう浅場ですからね。他の湖だったら 17m って深い棚になると思うんですけども、太古では 17m は結構浅い棚です。まあ、40m 最初ね釣ってたとこが 40m のとこだったんで、 17m ね移動すると本当に浅く感じてしまうのがね本当に不思議なんですよね。 40m からね上がってくるワカサギも楽しいんですけども、このね 17m の多点掛けで上げてくるっていうのもすごい楽しいですね。
ただね、自分電動二刀流やってないので、一回当たるとね、あ、どうしても癖で上げちゃうんですね。そうするとやっぱり一匹しかかかんなくて、もう一匹ずつみたいな感じになっちゃってるのがね、もうちょっと反省点かなと思います。で、中村プロ、こうやってね、テンポよく他点掛けで狙って成功してるということですよ。左手のね、電動リールかわいそうこれはでかいですね。これがでかいワカサギ。放卵してるんでね、魚体重もあるんで結構引き応えがいいんですよね。これがもう最古のね、ワカサギの魅力ですよね。自分はやっと、2点掛けということですわ。まあね、当たらない時もあるんで、こんなお菓子を食べながらね、穂先を見て合わせるというようにね、ピクニックフィッシングやってるつもりなんですけども、ピクニックとは言うにはね、ほど遠いぐらいの強風は相変わらず続いてます。で、1匹ということですわ。これギリ塩焼きでいけそうだな。いや、塩焼きです。焼きでいけそう、ギリ。最後行かれる際はね、ヒメマスも一緒に狙った方がいいと思います。これね、ヒメマス釣ったシーンがちょっと見つからなかったんで、今ね、さっき3匹ぐらい釣れてるのがありましたけど、やっぱりね、ヒメマス塩焼きで非常に美味しいんで、スピニングリールでも何でもいいんでね、1個持っていくといいと思います。まあ、仕掛けはね、もうほんとサビキ仕掛けでも何でも釣れちゃうんで、まあ、それにイクラですかね、そういうのつければ、まあ、魚探見てればね、なんとなくヒメマスの魚影っていうのは分かるんで、そこの棚に合わせていただければ、難なく釣れると思いますね。ぜひ行った際はね、ヒメマスの仕掛けも持ってってください。で、やっぱり釣れなくなっちゃったんで移動してるんだと思うんですけど、これがね、本当に危険。船でね、横波を思いっきり食らっちゃうとね、こういう感じでもう船首から水がバンバン入ってきますわ。本当にね、こんだけ波あるとね、移動するのがちょっとね、怖いですよね。で、まあ、また17メーターぐらいのとこかな。釣ってますかね。これどうなんだ。はい、また1匹ですね。1匹しか釣れない病ですね、今は。でね、謎に船が浸水が始まるということで、ペットボトルでね、すくってるんですけどね、あんま意味ないぐらいバンバン入ってきちゃってます。謎に船に穴が開いてたんでしょうかね。謎に入ってきちゃうんですわ。まあ、そんな感じで最古のワカサギ釣りは楽しいということです。ワカサギチャンネル。中村さん、ワカサギこれで終了ですということで、12時前なんですけど、これから風吹くよって言うと、吹いてるめちゃくちゃ吹いてますね。もうずっと一日これだから、ずっと一日これで、まあ、これから強くなる予報なんで、これで上がりましょう。ということで、今日の釣果これも1着ぐらい、俺も決め合わせが30キロ、俺もワカサギが50ぐらい、これ放卵してて結構美味しそうなワカサギですね。秋もね、これ来たことないんで、秋を、ちょっと来てみますかね。そうですね、また秋の最後に、ここで最後にしたいと思います。ということで、皆さんありがとうございました。バイバーイ。やんないっすか